入賞台目指します。しっかり完走したいと思います。完走を目指しますという感じです。ですけれども、この辺りは小刻みなアップダウンが続きます。というのも水彩都市高と小さな運河がこの辺流れているんですよね。そこにかかっている橋によってアップダウンが続いていくんですが、このアップダウンが少しずつ足に疲労が来るんです。ここが一番の難所と言ってもいいかもしれません。天候悪いんですけども、江東区をみんなで盛り上げていこうという気持ちで盛り上げていきたいと思います。
和太鼓の音ですよね、それが心臓の鼓動にも匹敵しますので、それでそのランナーの方たち力をつけていただければと思っています。競技場のあたりに戻ってきました。ここからシーサイドエリアに向かって走っていきます。夢の島公園の横のトンネルを抜けるとこうした緑道に入ってきます。これまでは車の通る音、街の音が聞こえてきていたんですが、この辺りは鳥のさえずりがきれいに聞こえます。静かな緑道を通ってシーサイドに向かいます。これからますます海を楽しんでいけると思います。さあ見えました、シーサイド。渡す橋のあたりに来ました。このあたりはすれ違うランナーも多くなってくるので、ランナー同士応援しながら行けるのがいいですね。海に日が反射してとても綺麗です。
シーサイドマラソンの醍醐味ですね。ずっと海沿いのコースが続きます。後にしてまた緑道に戻ってきました。いやこの辺は紅葉していて綺麗ですね。赤い茶色や赤、そして黄色に木々が紅葉していて、でも秋を感じます。毎年このちょうど苦しいところでこの祭りのお囃子が聞こえると元気が出るんですよね。歌います。鳥のさえずりが聞こえる緑道です。ここはなんかいつもひんやりと空気が澄んでいて、この乱れた呼吸も心地よく整えられそうです。あともう少し、まもなく20キロです。昨年も優勝して無事2連覇っていうのができてよかったと思います。前半は永代通りを気持ちよく走れるんですけど、まあ、後半はあの海沿いってちょっときついんですけれども、まあ、それがこの大会の特徴だなっていうんで、あの楽しく走らせてもらってます。